roof. It's the little girl that was watching the... とにかくここを出るぞ。 さっきのお店のこと誰かに教えた方がいいんじゃない？ あれだけのことがあったんだ。とっくに誰かが通報しているだろう。そっか。それにしても公衆電話が減ったような気がするな。昔はそこら中にあったはずだが。だって みんな携帯持ってるじゃない。充電切れちゃった時くらいしか使わないよ。ああ、そうなのか。え、おじさん、ひょっとして携帯持ってないの？ バカ言うな。 持ってるに決まってるよ。だよね、安心した。 That's so bad. It's a little Shiba. あんた、俺は今日大変な一日だな。すこぶる機嫌が悪いんだ。運が悪かったんだよ、お前らは。そう。What happened to the dog? 運が悪いのはおっさんの方だよ。 Got him. なんなんだよ、あのおっさん。 そろそろ行くぞ。でも、この子お腹空かせてるみたいなの。こんなに痩せちゃってるし。お前、母親はどこにいるんだ？ 探してるんだろ。わからない。今日ずっと探してたんだけど。家は？お前、家がないのか。孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。
じゃあお前。お前じゃない。ん？私はハルカ。お前じゃない。おじさんは？あ、ああ、キリュウ。キリュウカズマだ。ねえ、お願い。この子に何か食べさせてあげて。このままじゃ死んじゃうかも。かわいそうかもしれないけど、今助けてやってもまたこんな目に遭うかもしれない。仕方ねえことだ。そんな、でもほっとけないよ、おじさん。Save the dog. I like that objective. Locker key.Oh, I can't go in here. Hopefully, I can take something to go. Wait, did I just eat that?いらっしゃいませ。ありがとう。Is there a convenience store? Yeah, there is.Here it is.Oh, I know. Alright, back to the door.You have to go buy some water. Guy's probably like, I thought I just saw you like 2 minutes ago.I hope he takes vitamin water. Ah, crap. No way. That's the giant tower that's new.Really? Is there one that's closer? Let's try going to this one.
しゃいませ。What? Contact lenses help you see better. I'll take it. いらっしゃいませ。Come on. いらっしゃいませ。Try the mineral water.ありがとうございます。 And I'm gonna try taking milk just in case. ありがとうございます。 Either one of these should work. Wait, what? Really? I need to go buy a bowl or a plate.It's the right way. This way, that okay. Iron plate, please. And now we go back. I think I'm gonna bump up the fun meter in a little bit here. With some mods. Yes. There we go. やっぱりお腹減ってたんだ、この子。さっき、孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか。多分手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は。私にはお母さんと弓美お姉ちゃんだけだから。弓美？うん、お母さんのお姉ちゃん。いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？はい、疲れた。だてだ。それが
バッグ全部消さる。というわけ。何？ああ、そうなんだ。そうか。キリュウ、後で警察が。そうだな。I have a feeling he's gonna be something. Oh no. Drop the girl and her wallet like that. Aw, no. Really? Really? Ugh. さてと、薬きっと一時的。そう、ショックだったろうね、そんな怖い思いして。何か食うもんでも作ってやってくれないか。おじさん。あら。ここは私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達で、レーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それ、この子のこと？He followed. よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるか、さっき弓お姉ちゃんって言ってたな。うん。個人に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉はユミ。どうかしたの？お前のお母さん、名前は何て言うんだ？水木。え？知ってるの？お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ？どこなの？いや、俺も探してるところだ。ユミのことも。はるか、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえ、おじさん。私も一緒にいい？さっきのところでお前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私知ってるよ、アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん。だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえおじさん、いいでしょ？他にどうしようもねえな。ふん。
Look at that little dog. Same, same. Alright, let me check a few things real quick. Alright, let's bump up the fun meter. Let's try a few things here. Looks like there's none available, so scratch that. Make sure I close this out. Okay. Oji-san, sugu ni Aresu ni iku? Ja, iko. Let's get going. Oji-san wa Millennium Tower ni itta koto aru no? Iya. Ore mo tsui saikin shitta nda. Masaka ano basho ni. This guy's definitely got a story. Anna dekai biru ga tatteru to na. Ano basho? Mukashi. Iroiro atta basho da. Kono machi ni ironna omoide ga aru nda ne. Ma na. おじさんは、なんでお母さんを探してるの？話すと長くなるが、俺は弓を探しているんだ。それで妹の水木、つまり、お前のお母さんなら、何か知ってるんじゃないかと思ってな。そうなんだ。弓お姉ちゃんも、どこ行っちゃったんだろう。お前は、どうしてお母さんを探してるの？ His face is so red. どうして？自分のお母さんだよ。He's gone. 理由がなくちゃ探しちゃダメなの。いや、野暮なことを聞き。ちょっとちょっと。え？何？あなたこの子のお父さんかなんか？いや。お父さんじゃないのに、こんな時間に女の子を追いかけてるの？ダメだよ、嘘つい。二人とも悪いけど。ダメだよ、おじさん。また。まあ、その辺もし。ん？何や？なんで逃げようとするんだね？なんだい？これ以上お父さんのことは？お父さん見た目の割に気が小さいの。父に代わってお詫びします。ああ、はい。
お父さん。ハンター、いい。もういいですか？ああ。I was gonna go for the option where, like, hey, no, a friend of her aunt or something. But apparently that wasn't an option.髪の毛すごくいい匂いがしてたんだよ。そっか。ここだよ、おじさん。So tall. この中に店を構えるなんて簡単にできることじゃない。きっとお母さん頑張ったんだよ。そうだな。私こんなに高い建物登ったことないよ。そういや、さっき警官に呼び止められた時、よくとっさにあんな嘘を思いついたな。It's like empty in here. 私とおじさんが親子だってこと？知らない人から見たら。別におかしくないでしょ。大した名演技だったぜ。将来は女優になれるかもしれない。The elevators aren't even on。さすがにそれは無理だよ。しかし、俺もいつの間にかそんな歳になっちまってたのか。子分ならまだしも小学生の子供か。想像もつかねえな。60, the one that's not even lit up. Just a e. Nani してるんだ。おじさん、六十回をして。あ？あ。What? How? 驚いたな。暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。38, 36, 60. Whoa. Ah, a お前なんで孤児院に。わかんないよ、そんなの。お前がひまわりにいたのも母親は知ってるんだろう。なら、どうしても迎えに来ることができないって。手紙で何回もわけ聞いたんだけど、それしか。ユミもそう言っていたのか。うん。ただ最後にお姉ちゃんが来た時、お母さんからってこれをくれたの。でもその時思った。私本当にもうお母さんと会えなくなるかもしれないっ